晩秋になるとお寺や神社の境内、公園などで黄色く色づいたイチョウの木が日本の秋を彩ります。ここ東京立川の国営昭和記念公園の中にもあちこちで色づいたイチョウが見られます。今日は色づいたイチョウにレンズを向けてみます。中国から伝わったとされるイチョウは、今では日本の秋の代表ともなっています。黄金色のトンネルを歩くと、銀杏の実が落ちていて、靴の下で実が弾ける音がします。色づいたイチョウは、見るときに何とも言えない匂いがありますが、多少は我慢してしばらくの間、秋を満喫したいものです。